鶴亀の庭を西側から見たところですね。まあ、鶴亀の庭のですね、白沢の部分にはまあ雪は積もってない感じですね。手前が鶴、向こう側が亀ですかね。鶴亀の庭になってます。こちら海山道でしたかね。うん、このなかなか雪景色も綺麗ですね。いや本当に PCR 検査を受けて陰性で良かったです。一時はどうなることかなという心配もあったんですけども、なんとか陰性で、無事終えることができました。まあこの後どうなるかわからないですけどね、まあ、まだ感染者続いてますので、一時期の、まあ、10分の1ぐらいになったんですかね。とは言いつつ毎日全国で何十人の方が亡くなってますのでね、まあそういった環境の中でこれから若い人たちが過ごしていくのは大変だと思います。まあ、私たち年配者はですね、いかにして健康を保っていくかということなんですけども、まあ、先日も、まあ、こちらで確か喋ったような気がするんですけども、まあ、変異株の話ですね。ウイルスの変異株、本当に人間もですね、まあ、変異ができたらいいなってつくづく思う今日この頃ですよね。ちょっと体調が悪くなったらよし変異して健康体に戻ろうみたいな、そんな感じでですね、こっちは工場ですね。変異できれば本当に嬉しいんですが、いやなかなか完璧な健康体にはですねさせていただけません。まあ全ての人類の、まあ、人類というか生物の生命体の目標が、まあ種を残すと、子孫を残すということが、まあ、目標になってますので、まあ、なかなか子どもさんができない、ね、方々には申し訳ないんですけども、本当にこう今、1.4 人ですかね、1人の女性が産む子どもの平均の数がですね、まあ、それが 2.4 かなんかそれぐらいにならないと、もう減る一方になってしまうということで、もう日本の人口はもう減る一方、まあ、ゼロになるかどうかわからないんですけども、もう縮小していく一方になってます。もうこれはもう明らか、今の状態ではそういう状態になってます。まあ、1人当たりのまあ、女性ですね、まあ、結婚されない女性もありますのでね、まあ、子供さんができない女性もあって含めて、全ての女性を含めた平均値が 2.4 でしたかね、 2.4 人を超えないと子供の数は減ってしまうという、そういった感じになってます。まあ、おそらくですね、第二次世界大戦後の日本の場合は平均でもう3人以上、ね、子どもさん産んでられて、それで、まあ、第一ベビーブームというのが起こって、まあ、その後、昭和40年代でしたかね、第二次ベビーブームというのが起こりました。まあ、そういう時代もあるんですけども、もうこれからは本当にこう縮小していくという、まあ、そういった時代になるかなという、 もう予想がもう明らかされますよね。残念ではあるんですけども、まあそれも運命かなっていうのはあるんですけどね。あちらにですね、東照宮の拝殿がちょうど見えてますね。その拝殿を拝むための拝石っていうんですかね、こちらにあります。で、鶴亀の庭の鶴で、こっちは亀ですね。で真ん中にこう拝殿
東照宮を拝む拝殿があるという、まあ、そういった構図になっています。白川沢はですね、白沢の部分は雪が積もらないということは、多分温度を一定に保ってるという、そういったことが言えるのかなと思います。特に鉄とかそういったものは、非常にこう気温にものすごく左右されて、もう寒い時はもう極端に冷たくなるということで雪が積もりやすい、まあ、白川沢の場合は多分積もってないというところを見ると、夏場とか、まあ、この冬場でもですね、日差しが届くとその日差しの温度を一定保ってるのかなという、そういった感じに見えます。それと、まあ、苔の上そんなにこう積もってないというのは、まあ確かに、そんなにこう今日は以前の寒波の時よりも寒くないという、まあ、そういったことが言えるのかなと思います。いやー、それにしても綺麗ですね。まあ、結局誰もいなかったんですけども、すごくありがたい、そういった昆虫になりました。いやー、これは本当に初めての、誰もいないという昆虫の経験は初めてですね。いや、この一番の驚きは白川沢の上に雪が積もってないっていうのが、これ驚きですね。だからそれだけ、先ほども言いましたように、太陽の温度をある一定保ってるという、そういったことになってるんだと思います。うん、それにしても綺麗です。ちょっとですね、先日綺麗なトイレ使わせていただきましたので、トイレに行ってみたいと思います。いや、相変わらず綺麗なトイレでした。もう外からは想像もつかないぐらいの綺麗なトイレです。ありがとうございます。まあ、雪もだいぶ小闇になってきまして、これから集約に陸の方に行ってみたいと思います。いやー、松の上の雪が綺麗ですよね。素晴らしいです。まあ、それと静かなのが何よりも素晴らしいですね。それとですね、雪景色が水面に映ってます。綺麗です。素晴らしいですね。明けめっち門に戻ってきました。うん、いい時間過ごせましたね。寒いですけど、いや、もうこれだけは、寒さだけはもうちょっと避けられない、一応そういうことになってますけども、素敵なエントランスですね。こちらクリーですね。素晴らしいです。以上、昆虫でした。